アンドレイ・クルプスキー・アンドレイ・ミハイロビチ・クルプスキーは、モスクワ・ロシアの貴族、大焼け。サーリー・バン4世、ライテイの親友であったが、後に、ライテイの敵対者となった。クルプスキーとライテイの交わした書簡は、16世紀のロシア史に関する興味深い資料を提供している。クルプスキーは、流陸町の流れを汲む、大焼けの家系出身であり、加盟は、 ヤロスラブリ近郊のクルバ村に由来する。クルプスキーは若い頃より、ロシア火山戦争に参加し、勇猛さを見せてその名を知られていた。1552年の火山陥落の際も、彼は、ロシア側の右翼軍を率いており、この戦いの最中に負傷している。2年後の1554年、クルプスキーは、ウドムルト人の反乱を鎮圧し、この功績によって、ボヤーレの仲間入りをした。 同時に、クルプスキーは、ツャーリーバン4世に近似し、その助言者を務めるようにもなった。クルプスキーは、リボニア戦争が始まると、ロシア兵を率いて、UDF の要塞を攻略する任務につき、この要塞を陥落させている。イヴァン4世がクルプスキーに次の任務を与えないままに、していると、クルプスキーはイヴァンがオプリイチに気を使って、彼を粛清する、可能性を恐れ、 1564年4月30日に敵のリトアニア大公国に寝返った。同年、クルプスキーはポーランドリトアニア軍を率いてロシア軍との戦いを始めベリーキエルーキー一帯を荒らした。ポーランドをおよびリトアニア大公のジグムンとニセアウグストはクルプスキーに包装としてコベルト・ボルイーニの二都市を与えた。クルプスキーはカトリック教徒のポーランド人たちに迫害されていた。 自分の領地に住む、聖教徒を庇護しつつ、平和な後半生を送った。クルプスキーはロシア最初の政治亡命者といえる。クルプスキーは1564年から1579年にかけてイヴァン4世と交わしていた喧嘩越しの文通で、最もよく知られている。クルプスキーは1573年に政治パンフレットを発表したが、これはかつて独立した身分を有していた。 ロシアの諸公たちは、ツァーリの専制主義への接近には、反対している、と述べていた。クルプスキーはツァーリが病的なまでに残酷な罰を、多くの人々に課してきたことを責めているが、歴史家たちはイヴァン4世が、クルプスキーの描写するほどに残虐な行為を本当に、一定とのどうかについては、一致した見解を出せていない。クルプスキーの手紙は、外国語、特に、 ラテン語からの借用が非常に多いことが特徴的だが、ラテン語はクルプスキーが亡命してから習得したものである。また一部の歴史家は、両者による往復書簡は偽造されたものである、と主張している。セルゲー・エーゼンシュテイン監督の映画、イワン・ライテイでは、ロシアで、ツァーリに次いで、大きな牽制を誇るクルプスキーが、ボヤーレたちの圧迫を受けるツァーリの姿を見て、 やがて仕組んであるツアーリに反旗を翻すようになるまでが描かれている。ありがとうございます。